はい、その飛んだやつ取ってないんだよ。はい、ワープしてダーンって言わない。いや、すごいよ。バーベキューめちゃくちゃすごいですよ、このお肉たち。それぞグランピング全部用意してくれる。これがグランピングのいいところ。なるほど、はい、え、何ポイントは。ポイントはですね、まあ、社内でもちょろっと聞いたんですけど、はいはいはい、今回、まあめっちゃ何十万 GP 溜まったじゃないですか。溜まったよ。ただまあ頑張って食べましたよ、ゲームしてね、うん、まあ、ただね、そのいろいろまあコロナ期間とか、はい、なんか一生懸命そのゲームをやってポイントをめっちゃ稼いだっていう僕らをスタイさんがなんか、まあ、いや頑張ったねっていうことで、はいはい、もう GP は関係ねえと嘘でしょ。もう GP 関係ねえからとりあえずもう2人で頼みんでほしいと。いや、そう、いや、気持ちはすごくありがたい。そうです、だからすごくありがたいけど、はい、もう半年ぐらいか半年ぐらいいろんなゲームしてさ、魚釣りから始まり、どんなゲームしましたけど、そう、まあ、そんなもんはどうでもいいと。ああ、でももうステッチ前とそんなに、はい、じゃあみんなで楽しんでくださいっていうわけですね。そうそうそう、はい、いやいや、ありがたいです。いや、ありがたい。でもやっぱこうやってこれてよかったですね。いや、本当によかったです。でもやっと本番のグランピングにたどり着きましたから。そういうことで、はい、じゃあちょっと早速やっていこうかなと思います。やっちゃいますか。まあでも何でもやってくれるっつっても火起こしはそうです、自分たちでやらなきゃいけませんからね。はい、お願いします。はい、じゃあその説明書を見て、はい、じゃあ火を起こしましょうか。はい、じゃあ僕これ蓋開ける係するんで火を起こす係簡単やな緊張するぜ。いやいや、何にも入ってないのよここには。まだはい、OK OK じゃん。はいはい、初めてやってますからね、この火起こしっていう。こちら洗濯機に入れるゴールドみたいな包みでございます、ね、ダメだよ、これを洗濯機じゃなくて真っ黒になっちゃう。本当ここに出たい、ね、入れて着火剤を下の網に置いて火をつけます。それ着火剤なんですね。それこれが着火剤なんですね。これがこのライターでやらせる いけるんですよ、きっと。着火マンないっていうか、マジ。あ、すごい、簡単につく。ゆっくりと、あ、でも、かぶせた方がいいんじゃないですか。これでこういうことですよね。あ、まあ、いい。あ、めちゃめちゃいいじゃないですか。めちゃ簡単。はい、というわけでですね、炭ができるのをちょっと待ってる間にやりたいことがございまして。何でしょうか。リアカー、どうしたの松陰寺さんみたいなでは大きく表現したいなと。ああ、なるほどね。何でしょう。リア缶チキンという。リア缶チキン、だから、このビールがあるでしょ。はい、このビールの上にチキンをぶっ刺して、はい、それで焼くという。いよいよふざけましたね。いや、ふざけてはない。それはふざけてはない。では、はい、です。汗。いや、ちょっと待って、何聞くのこれで。何ができるの。いや、こ取れたか取れたか。いやー、そのプロだね、君いや、久々だから食べてなっちゃって。そうね、すいません。まずね、対面が久々だから。じゃあ、はい、お願いします。あ、俺が行くの。じゃあ、こっちもちょっとしましょうね。そうそうそう、みんな気分なんだすげー。なんか結構普通にいけるタイプなんだね。俺なんかこういうのちょっとあれなんだよ。本当ですか。はい。え、なんかでもクスって刺さる。はい。これでこういうこと。よっ。うわあ、すごい。いく。乗せまーす。はーい。あー、すごい。油とかいかなくてよかった。やっぱね、いいんじゃないですか。うわ、もううまそう。あー、良きですね。これはやばいな。良きです。レア、レア、ミディアム、レア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 、ミディアムレアじゃなくてレア、レア。だったら確かに食べたいだけやろ。
ほら、いいんじゃない。うわ、こっち行くか。こっちもいいと思う。こっち行っとこう。切ってる時間が幸せに。じゃあもう切って終わりにしよう。いいんですか。嫌です。絶対に嫌です。じゃあ味見ということで、はい、いただきます。いただきます。よし。あ、うまい。これはワイルドやな。めっちゃめっちゃうまい。うん、これやばいっすね。これはやばいっすわ。なんで炭がいいの。めちゃくちゃうまい。うん、え、ちゃんと味もワイルドだね、お肉も。うん、おー、うわー、めちゃくちゃうまそうだよ。マジっすか。見て見て、これはやばいわ。いくぞ。これはやばい。どっちひっくり返す。これどうやってひっくり返す。手で。あ、でもうまい、うまい、うまい、うまい。あーあーあいや、そんな。なんで、ね、ちょっと今の俺の時間何返して。俺のわざとやったみたいじゃん。わざとやったみたいじゃん。わざとやったみたいじゃん。ごめんなさい、今ちょっと多めにリアクション。あはい、というわけでやっとやっとビア缶チキンができました。いや、そういうことですね、はい、長かったですね。長かった、ね、一番最初に仕込みましたからだ。うん、ね、もうだってちょっとお腹いっぱいだしね。まあいろいろつまみつつね。そうそうそう。いやでもつまんじゃったけど、まだちょっと別腹あるんで。いや確かにな。ちょっとじゃ じゃあ開けてみますよ。いきますよ、せーの、オープン。うわー、めちゃめちゃうまそうやん。こんがり、うわ、いい匂いしかも。え、これすごいね。これ、うん、あ、鳥会のキサロや。うわ、はい、ということで、すごい。じゃあこの鳥を移動させましょうね。そうです。今日いろんなキャラ出てくる。その正一さんから始まりさ。いや、楽しいから久しぶりに。楽しくない。どっかに何かすんのかなと思って。青、はい、あ、え、お、あ、じゃあこれを。うわー、すごい。いやいや、それそれ飲めないよ。熱々だから いくよ、はい、すごい、これ焼きか。熱いんじゃない、それ大丈夫。オッケーオッケー。うわうわぎょすぎょい。よいしょ、はい、はい、ということで、はい、できましたね。できました、完成です。じゃあこれあとは切って、はい、食べましょう。はい、皆さんで食べましょう。はい、はい、というわけでね、燻製も食べてみようと思いますけれども、よっしゃ、はい、じゃあちょっと色変わってるから。そうね、ピーマン、卵いきますよ。卵いこうかな。じゃあベーコンちゃんいこうかなと思います。お、お、ちょっと待って。あ、めっちゃいいじゃん、半熟。はい、いただきます。うん、うん、あ、追いついてますよ。うん、一気に食べ過ぎた。そうです、考えたよ、これ。おいしい、うん、すごいおいしい。いや、結構燻製です。あー、香りついてる。うん、なるほど。ベーコンね、見た目の色的にはね。そうなの。うん、まあでも、これね、いただきます。あ、美味しい。あ、うん、うん、あの、うん、某テーマパークのレッグチキンみたいな味がします。あ、でもあれ燻製じゃない。そう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 、だからこれ燻製だよ。正解。お、正解。めっちゃうまい。強いて言うならぬるい。そうか、言いました、言いましただけで。ちょっとあった、あ、もうちょっとね。どうね、うん、でも燻製バッチリです。うん、いや意外と。じゃあポテチも、ポテチもちょっとですね。あ、
ポテチはポテチのまんまだ。そうね、うん。ちょっと塩っ気がなくなったくらい。うんうん、でも食材たちはバッチリ。うまい。うまい。はい。知らない。ありがとうございます。さすがいな。すべての食材に感謝を込めて。ナイフとフォーク。いただきます。はい。いただきます。今日ボケるね。びっくりした。うわこれブリンブリン。うわすげえ。これどっからどう。どっからどう食えばいいかわからん。とりあえず。うん。いただきます。あ。あーうまい。これやばいな、うん、ビールの味は、いや、ビールの味はしないっす。うまみっていうのが増してるかもしれないですね、もしかしたら。その元が分かんないかもしれない。ごめん、うまいこと言ったからちょっと難しいな。難しいな、やっぱ久々の対面難しいな。むずいな。もうちょっとディスタンスしといた方が良かったかな。これはすごい。これはすごい。うん。いやすごい。いや本当に美味しい。めちゃくちゃうまい。うん、はい。というわけで。アウトレットパークを腐らずに、はい、やってきましたけれども、はい、まあ、それでですね、まあ、その撮影の合間を縫いまして、お時間を少しいただいて、ちょっと服を見たりなんかさせていただいてね、いやだから本当に木更津の、バーベキュー会場に行った方はぜひアウトレットにも立ち寄れるってことで、徒歩2分行ってみてほしいなと思いますけど、いや結構回ったよね。回りましたね、はい、で買いましたね。買っちゃいました、ね。ああ、いやー、これちょっとね、成果見せますね。成果見せますね。買わせていただきました。はい、すみません。たまにはね、たまにはね、ちょっとね、一発して、はいはい、はい、こちらです。はい、こちらです。これもキャップカードでございます。10パック。10パック。ランダムで選びました。ランダム。はい。そして、歯ブラシも買わせていただきました。松本清さんの。はい。いやー、それも今日の夜のお供ですからね。大事ですから。何が出るのか楽しみに。いやー、アウトレット来てこれかーって、白いね。今も胸にあるよ。でん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 、この長い道を行けばその先に見えるのは素敵な景色。いや違う、君の笑顔。ウォーウォーウォーインザシー、ウォーウォーウォーインザシー、この広い海はもう僕たちのものさ。君との秘密の思い出、僕たちの内緒。